まもなく開始となります。開会に先立ちまして、ご来場の株主様へご案内申し上げます。本日の定時株主総会は YouTube によるライブ配信を行います。お名前と個人を特定できる内容のご発言にはご注意ください。株主総会中のお席の移動や途中採席をされる場合はライブ配信に映り込むことがありますので、ご注意ください。ライブ配信の写真撮影や動画撮影はご遠慮ください。携帯電話、スマートフォン等お持ちの方は電源をお切りになるか、マナーモードにするなど音が出ないようご協力をお願いいたします。まもなく役員が入場いたします。つきました。つかない。いけますかね。皆様おはようございます。代表取締役の山本でございます。株主の皆様にはご対応中のところご出席くださいまして誠にありがとうございます。当社定款の定めにより私が議長を務めますのでよろしくお願いいたします。それではただいまより株式会社スマレジ第18期定時株主総会を開会いたします。本総会の議事の進行整理につきましては議長であります私の指示に従っていただきますよう皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。それではまず本日の議事の進行方法について説明します。まず報告事項並びに決議事項について報告し、その後株主の皆様からのご意見、動議を含めた審議に関する一切のご質問、ご発言を一括してお受けいたします。また本日はライブ配信で株主総会をご視聴いただいている株主様向けの質問フォームを開設しております。お時間やご質問の内容の都合上ご紹介できない場合もありますが、ただいまから質疑応答終了時までご質問を受け付けておりますので、ライブ配信をご視聴いただいている株主様からのご質問もお待ちしております。本総会の決議に関わる議決件数につきましては、本総会の全議案について決議いただける要件を満たしております。また第18期事業年度に係る会計監査人及び監査役会の監査報告につきましては、計算書類の監査結果を含めましてお手元の招集ご通知25ページから28ページに記載の通り適正かつ相当である旨の意見を頂戴しておりますことをご報告いたします。報告事項につきましては招集通知記載の通りでありますが、第18期のトピックスや業績ハイライトを交えて当社の取り組みについてご報告いたします。いいですか。まずは業績です。グラフは直近5カ年の推移を示しております。2021年4月期はコロナ禍の影響によって業績が一度停滞しましたが、今は再び成長路線に戻っております。売上高が前年比プラス 37.6% の59億1400万円、営業利益が前年比プラス 40.4% の8億9300万円となりました。売上高、営業利益ともに過去最高となりました。売上の構成要素について簡単にご説明いたします。当社の事業は主にクラウド型 POS サービスのスマレジ、キャッシュレス決済のペイゲート、従業員の勤怠管理サービスタイムカードの3つで構成されています。これらの大まかな売上構成比はスマレジが約 80%、 ペイゲートが約 10%、
タイムカードが約 6% となっております。各分類からさらにスマレジは月額利用料、つまり MRR と機器販売等の2つに分かれます。ペイゲートも月額および決済手数料の MRR と機器販売等の2つに分かれます。タイムカードは初期費用や機器販売がありませんので、すべて月額 MRR という構成になっています。さてそれを踏まえまして、売上高の四半期推移と通期推移です。内訳は月額利用料等の MRR と機器販売等のワンショットの売上等に分類しておりまして、この MRR サブスクリプション売上高比率が 59% となっております。 MRR の売上はきれいに積み上がっておりますし、機器販売の方は若干波はありますが成長しております。そしてその MRR を12倍した数値が ARR となるのですが、その ARR を今最重要 KPI としています。顧客の増加と価格改定の影響によりまして ARR は43億円となりました。次に2024年4月期、今走っている今年度の計画値です。増収増益を維持しつつも収益拡大に向けた積極投資を行う計画です。売上高は前年比プラス 30% の76億8800万円としています。これまでの実績の推移に基づきまして、今年度もオーガニックな成長を見込んでおります。加えてコロナ禍から一転し、街にインバウンド旅行客が一気に増加している現状から、お店の新規出店や既存店の業務効率化が進むものと見込んでおります。営業利益の方はプラス 2.4% の9億1400万円としました。すでに営業利益率の低下についていくつかご質問いただいておりますが、中期計画で掲げた ARR の目標値、こちらを必ず達成させるために販管費を多めに取っております。人員の増強、広告宣伝費および研究開発費などがそれに当たります。もちろん無駄な使い方というのはしませんが、 ARR の獲得、それに連動した売上高の積み上げ、まずはこの2点を優先した形となっております。短いですけれども最後に長期ビジョンです。ビジョン2031を掲げ、国内30万店への導入を目指してまいります。当社は To be the new standard、 誰もが簡単に当たり前のようにデータ活用できる時代を作って、2031年にアクティブ30万店、国内トップクラスのシェアを目指してまいります。簡単ではありますが報告事項が以上でございます。ここで本日出席している役員陣より管轄する事業について一言ずつコメントをいただきたいと思います。じゃあ港さんからお願いいたします。副社長の港です。18期は主力事業であるスマレジを中心にタイムカード、そして M&A をした決済サービスであるペイゲートをうまくクロスセルさせることができ、売上 ARR ともに目標以上に伸ばすことができました。また従業員の採用も順調に進み、事業拡大の準備は整ってきております。あとエンジニアの育成を兼ねてスタートしたテックハム事業ですが、こちらも好調で20名以上のエンジニアが獲得できております。19期も引き続き中期経営計画の達成、そして最重要指標である ARR の拡大に努めてまいります。以上です。はい、ありがとうございます。続きまして宮崎さんお願いします。はい、開発本部取締役の宮崎と申します。18期の振り返りですけれども、港と同様なんですけれども、決済事業の M&A や事業譲渡などの PMI 業務が多く発生しました。
決済事業に関しては基本的なPOS連携開発が完了し、同時にサーバーコストの見直しも実施しました。19期以降に徐々に結果が出てくると考えております。19期以降についてですけれども、引き続きコアプロダクトの価値を高めつつ、決済サービスでアプリマーケット、タイムカードに注力していきたいと考えております。私からは以上です。はい、ありがとうございます。続きまして高間立さん、お願いします。はい、事業戦略本部取締役の高間立でございます。18期に関しては、複数の出資案件 M&A 案件の検討を行ってきたんですけれども、特に7月にですね、昨年7月にロイヤルゲート社の吸収合併を行いました。それによって本格的に始まった決済事業 PMI の管理ですね、マーケティングの立ち上げ、これを監修している部署において行ってまいりました。で、19期今期に関しては引き続きマーケティングによる認知向上とリード獲得に注力してまいりまして、合わせてですね、決済事業に続く戦略的な M&A を実現できるように動いていきたいと思っております。私から以上です。はい、ありがとうございます。続いて杉本さん、お願いします。はい、営業本部執行役員の杉本です。18期は、スマレジは引き続き堅調に導入店舗数を増やすことができました。営業本部としましては、決済サービスのペイゲートや、勤怠管理システムのスマレジ、タイムカードの、クロスセル提案を積極的に、行ってまいりました。アプリマーケットの、拡充もあり、今までレジだけの、提案を行ってたんですけれども、レジを中心とした店舗運営全般にまつわる提案へと提案内容の変化も行ってまいりました。商談や納品、また展示会ですとかユーザー会などで多くの店舗運営に関わる方々より生の声をいただくこともできました。これらの経験を19期以降今後の営業活動に生かしてまいりたいと思っております。私からは以上です。はい、ありがとうございます。では鈴木さん、お願いします。はい、6月より当職を拝命しましたパートナー推進部執行役員鈴木です。改めてよろしくお願いいたします。私はパートナー推進部でパートナーアライアンスとアプリマーケットを担当させていただいております。それではスマレジのアプリマーケットに関してご報告いたします。アプリの数は110を超えるようになりまして、店舗様の周辺のサービスとの連携を充実させることができました。アプリ単体での売上に関しましてはまだまだスマレジサービスと比べ小さいものではありますが、先ほど杉本から報告ありましたようにスマレジポストのセット導入というものが増えておりましたので単価向上へつながっていると思います。またアプリを開発する開発パートナーにおきましても昨期から 1.5 倍程度に増えておりまして、アプリの増加は引き続き伸長していく見込みです。私からは以上です。はい、ありがとうございます。今日欠席しておりますが執行役員もう一名おりまして、執行役員には竹村の方がカスタマーサクセス部の取り組みについてコメントを預かっておりますのでご紹介いたします。読み上げます。執行役員の竹村です。まずタイムカード事業において昨年対比 140% で達成、値上げによる積み上げのほか変形労働制やシフト強化といった当社顧客に特化した機能を盛り込み達成となりました。19期は休暇や集計関連の法人全般向けの機能を実装し、店舗だけでなく業種を問わない契約の獲得とチャーン防止を行います。次にカスタマーサクセス部においてはペイゲートの PMI が大きなイベントでした。またタイムカードサポート専門チームを発足し、各サービスに特化したサポート体制を構築しました。19期はペイゲートサポートのインハウス化、コールセンターの応答率向上、カスタマーサクセス活動の拡大を進めてまいりますということです。続きまして社外取締役と関西区会からも一言ずつコメントをいただきます。では浅田さん、お願いします。はい、社外取締役の浅田と申します。ですね、最重要指標である ARR
こちらの先ほど山本さんも申し上げてましたけど43億円になりまして、3年前と比べると約3倍に成長しており、売上高に占める比率が 59% へと伸びてますので、着実に SaaS ビジネスとしての進化を遂げていると思います。少し先ですけど26年の4月期には91億円のARRを目指しておりますので、この実現に向けて社外取締役としてサポートしたいと思っています。以上です。ありがとうございます。続きまして望月さん、お願いします。常勤監査役の望月です。当期18期におきましても、取締役の職務の執行が、適法かつ適正に行われているかを監査してまいりましたが、法令や定款に違反する重大な事実や、指摘すべき事項は認められませんでした。18期は、従業員が増えたことや、コロナ禍を経て徐々にリモートワークから出社へシフトするメンバーが増えてきている状況を踏まえ、重要拠点の多さの際には内部監査部門と連携し、各拠点メンバーとコミュニケーションを図りながら、監査を実施することに注力いたしました。今期19期はさらにそのスピードが加速することが想定されますので、コンプライアンス体制や内部統制に注意しながら監査を進めてまいりたいと考えております。株主の皆様におかれましては引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いいたします。私から以上です。はい、続いて大平さん、お願いします。はい、監査役の大平です。この1年間を振り返りまして、これまでにはなかった合併とか、それも最近まで全くの外部の会社であった会社との合併、それから事業譲渡とか、そういった今までにはなかったような比較的大きな動きが今年はありました。その中でもその取締役会に参加しておりまして、日頃感じることは、月々の報告の中で、着実な、動きが毎月されているなというようなことを感じております。これまでになかった動きの中で、新たな問題点が起こるのではないかというようなことも感じておったわけですけれども、これまで特に大きな問題点もなく進んでおります。またこれからもまた新しい年度で監査役としていろいろウォッチしていってですね、公正さとかの確保をしていけたらと思っております。よろしくお願いします。はい、続いて村田さん、お願いします。はい、社外監査役の村田です。社外っていう立場ですので、経営全体を俯瞰しながら、客観的に、チェックしていきたいと思います。いずれにしても健全な成長を遂げれるようにですね、私自身も貢献してまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして決議事項の内容を説明いたします。本日の議案は1件で、取締役6名選任の件です。当社現任の取締役5名は本日の定時株主総会の終結をもって任期満了となります。つきましては取締役6名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は招集通知3ページから8ページに記載の通りです。今回は現任の取締役5名に加え、新たに井川咲氏を迎えた6名の選任についてご審議いただきたいと思います。なお取締役候補者の浅田真嗣氏と井川咲氏は独立社外取締役候補者であります。決議事項の説明は以上でございます。続いて株主の皆様からのご質問をお受けしたいと思いますが、本総会に先立ってウェブでのご質問を受け付けておりましたところ、一件のご質問をいただきましたので紹介いたします。内容は、御社の従業員勤続年数は2年6ヶ月括弧2023年4月30日現在とのことですが、
正社員の勤続年数としては非常に短い印象を受けます。その原因はどこにあるのでしょうか。そしてその対策をご教示いただけますでしょうか、というご質問をいただきました。こちらにつきましては、今新規採用が非常に増加しているため、平均の勤続年数が短くなっているという回答になります。離職率が特に高いわけでもありませんので、対策というのは今検討はしていませんと。で、今ですね、2023年の4月末現在で従業員262名になりました。で、この直近の1年間で82名増えておりますと。で、もう1年前でいうと56名増えておりますんで、今従業員の半分ぐらいですかねが入社2年未満のものになりますと。で、これからまだまだ採用していきますので、この平均勤続年数というのはなかなか伸びないというのが今後も続くかなというふうに思っております。回答は以上となります。それではただいまより本日ご出席の株主の皆様からのご発言をお受けいたします。挙手いただきましたら私の方からご指名しますので、お手元の株主出席表に記載された番号のみをおっしゃっていただいた後に簡潔に要点だけをご発言ください。なお、ご発言の際は ご着席いただいた状態で1問ずつ発言ください。質疑を終えました後は株主様からのご発言お受けできなくなりますので、ご発言を希望される株主様はこの機会にぜひお申し出ください。それではご発言を希望される株主様は挙手をお願いいたします。はい、マイクとかありますか。なしで、はい、13番、ありがとうございます。一つずつお願いいたします。まず、大株主の、奥田さんと吉田さんというのは、これは元創業者の方ですか。大株主の徳田氏が、どういう、徳田誠さんと株式会社の徳田さん、はい、まあ、簡単に言えば 26% を持っているので、でこの方は簡単に どういう関係の人ですか。はい、ありがとうございます。徳田氏がですね、そうですね、もともと創業者でして、ずっと代表されてこられました。で、今は退任されましたが、今顧問として残っていただいております。で、御社の今の経営に関して、要は代表の、はい、今私山本さんの方針について、はい、山本さんに任せてくれる形でよろしいですか。そうですね、はい、経営に関して、徳田氏が、関与しているということはありませんで、今の取締役陣で経営判断をしております。いいですか。はい、先ほど営業で、82名というのは今期ですか、前期、採用ですか。採用の82名は、はい、2023年4月期ですから、直近の1年間で82名増えたということになります。今期は何名ぐらい営業として採用する方法ですか。ありがとうございます。今期の採用の計画数ですが、どうしましょうか。宮崎さん、いいですか。はい、はい、ちょっとはっきりした数字はちょっと覚えてないんですけど、7、80名というような感じです。で、全体が7、80名なので、営業は20名弱ぐらいだと思います。その他はですね、現在、エンジニア、カスタマーサポート、営業が、多く占めてまして、なんですかね、4分の1ずつぐらいのような状態ですと。で、それの比率を、保持しながら増やすというような計画です。営業としては20名ぐらい営業。そうですね、営業、それからマーケ、ですかね、営業関連でいうと営業とマーケティング合わせて20名から、もうちょっとぐらいですかね。はい、はい、そうです、はい、
主要の3部署が20名20名20名とでその他バックオフィスであったりとか、はい、あとはまあ社長室で、まあ、スポットの、社員を採用するとかっていうようなイメージです。はい、どうぞ。ありがとうございます。株主総会を関東で開催する予定はないか例えば関東と関西と各年とかできれば参加もしやすいというかそこでできればご検討いただきたいんですけど。ありがとうございます。関東での開催株主総会の開催ができないものかというご質問でよろしいでしょうか。ありがとうございます。本社が大阪でして本社機能が全部大阪に今集まっているものですから大阪開催をさせていただいております。で東京は、関東というか東京は特に営業拠点としては非常に重要であるというふうには認識しておりますしまたIR 活動もですね、今ほとんどが東京の方の取材になります。で東京で、株主総会開催するというのは、検討はそうですね、できなくはないというか検討させていただきたいなと思うんですけれどもちょっと想定してなかったものですからちょっとまた社内で議論してみたいと思います。ありがとうございます。東京の方がメイトが多くてそうですよね、やっぱりあると思うんで、はい、でやっぱり今の他に株主さんも多分東京の会社も結構いると思うんですよね、私は最初に東京からだったらある、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。そうですね。はい。はい。はい。両方交互にとか。そうですね。ありがとうございます。ちょっとあとはその出身が私含め創業の地がここであり、経営陣も大阪のメンバーが多くて大阪に対しての思い出も結構強くてで大阪の経済を盛り上げたいとか大阪から発信して大きな会社電機メーカーさんとかもありますし、この地元で開催するっていうのを強くちょっと やりたいなっていう思いもありまして、その辺も勘案しながら検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。株主総会出て経営者の人が見たいっていうのがあるんですよ。でやっぱりそのどうしても場所的なものがあるんで、御社の場合にはライブ配信っていうのはあったんですけど、ね、正直割と集中、今7月の割と今日は集中日に近いところなんで大体私も公開出てるんで見ることができないっていうこともあるので、だからできればその場所的な面とかなので、開催していただければなと承知しました。はい、貴重なご意見ありがとうございます。あと関東から来ていただきましてありがとうございます。あとお伝えなんですけど、はい、要は配当は具合に出せるかっていうの予定とかっていうのがありがとうございます。そうですね、配当のご質問時々いただくんですけれども今はまだ上場して3年4年しか経っていませんしこれからまだまだ伸び盛りな事業であるっていうふうに思っています。で次の拡大成長拡大に向けた投資に今は回すということを最優先してますんで当面はちょっと配当は見送りさせていただいているっていう形になります。はい、3年以上やらない、はい、3年以上やらない向こう3年ということですか。ちょっとそのお約束ができないんですけれども当分はそうですね広告宣伝費だったりとかあと採用ですね仕事というかお客様の数はすごくたくさん増えていてでそれに対応できるメンバーというか営業マンも開発のメンバーもずっと足りない状態でいますんで、そういったところにまずはお金を使うそれから M&A を検討したりとかそういった原資に今は回したいなっていうのがありますんで、ちょっといつという約束はできないんですけれども当分先になるかなというイメージですね。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございました。他にご質問いかがでしょうか。はい、番号をお願いいたします。14番。質問とかそういうことじゃなくてこの場限りでの感想を先ほど社長さんの事業報告から皆さんのコメントをいただきました、はい、ただ私
少し疑問に思ったのはですね、浅田さんとそれから会計監査の方が続けてご報告をされたんですね。で、会計監査の独立性、会計監査というのはその執行部を管理監督、監視するという立場からいきますとね、普通の事業報告、業務報告とは全く独立して、事業報告が終わった後、その全体に対して誤りがないということを宣言する役割じゃないかというふうに思ったんです。それで望月さんのご報告で、監査の内容の要は足りとると思うんです。間違いがないということをお話しされたんですから。ただ総会の意識としては、会計監査というのは独立した形を取られた方がいいんではないかなと今後ですね、ちょっと感想ですので、はい、取り上げていただかなくても結構ですけど、ありがとうございます。他の例からいきますとそういう形になってるかなと思います。はい、ありがとうございました。株主総会の進行方法についての順序が少し良くないんじゃないかというご意見をというふうにお受けしました。ありがとうございます。また来年度以降進め方について改善していきたいと思います。貴重なご意見をありがとうございました。他にいかがでしょうか。ご質問ございませんか。大丈夫ですかね。はい、では追加の質問がないようですので、ご質問の受付を終了し、インターネットの方は大丈夫でしたか。ないですか。はい、では議案の採決に移らせていただきます。それでは取締役6名選任の件を採決いたします。原案にご賛成いただける株主様は拍手をお願いします。ありがとうございます。議決権行使書をご提出いただいた方を含め過半数の賛成をいただきましたので、本議案は原案通り承認可決されました。ここで新たに選任されました井川咲氏より当社社外取締役の就任にあたってコメントをいただいておりますのでご紹介いたします。読み上げます。この度株式会社スマレジの社外取締役を拝命いたしました井川咲と申します。株式会社スマレジはその革新的なテクノロジーと積極的な姿勢により、これまで多くのお客様やビジネスに対して価値を提供し続けてまいりました。私自身はこれまで実践してきたコーポレートブランディングの知識、そして国内外問わず多様な企業や組織に関わる中で培ってきた経験を生かし、今後の株式会社スマレジのさらなる発展と持続的な成長に尽力してまいります。また社外取締役としての責務を果たす中で、コーポレートガバナンスの強化にも力を注ぎ、客観的な立場から株主と経営陣の橋渡しになっていく所存です。これからどうぞよろしくお願いいたしますというコメントをいただいております。以上となります。以上をもちまして本日の会議の目的事項はすべて終了しましたので、本総会は閉会いたします。株主の皆様のご協力により滞りなくご審議をいただきましたことを厚くお礼申し上げます。また引き続き変わらぬご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。本日はご多様なところをご出席いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。役員はこれにて退場いたします。